さーて、初島に初上陸した藤子さんは、みんな左側に行くと思ったので右側に行こうと思ったんだけどね、意外とみんな右側に行くので、じゃあ早速ね、どん合戦のどんぶりでも堪能してみるかね。こちらが一番人気のメガネ丸さん、お隣はどうかな。私が大好きなとびっこが乗っている。お次になりました。はい、いきなり満席の洗礼を受ける。ここしかないと思って飛び込んだんだけどね。しかし今日はあったかいって予報だったけど、めちゃくちゃ寒いじゃないですか。北海道持ってきといてよかったよ。はい、すぐに出てきました。じゃじゃーん、漁師丼、味噌汁と漬物がついておりました。お水を注いで、初島って書いてあるね。ジャスティース。ああ、お水は冷たいね。いただきます。まずは醤油な。醤油とわさびはせっかくだから全部溶いちゃうよね。で、よく溶いたのをシラスとマグロと刺身にかけて、まずはマグロのたたき。そしてシラスとマグロ、うまいね。そしてで、シラス。ご飯がね、こう見えてちょびっとしか乗ってないの。そして昨今は貴重になってしまった卵、最後になるかもしれないからね、しっかり堪能して。で、この刺身はなんだ、何の魚かわからないけど、ご飯に巻いてね。シラスと、そして私の大好きなとびっこが乗ったイカ、どうですか。イカって甘いんだね、知らなかったよ。そしてシラスと、ご飯がどんどんなくなってしまう。漬物はどうですかね。なんか甘いたくあんとしょっぱいきゅうり。こちらのなんか漬けになってる刺身は何かな。なんだか美味しい気がする。ご飯によく合いますよね。しかし並ばれてると思うとなんか落ち着いて味わえないな。ご飯足りないけど200円取られるのか。なんか妻でご飯を食べるって初かも。なんか経験した記憶がないかな。そして刺身でご飯を巻いてね。やったー。どんどんなくなってしまうな。もうちょっとゆっくり味わって食べたかったけど、冷めないうちに味噌汁も飲んでね。わかめとネギと油揚げが入ってたっけな。
漬物も食べてな。きゅうりがしょっぱいのでご飯が減ってしまう。ラスト刺身。しっかり味わってね。ようやく来れた初島グルメだもんね。じゃあラストは私の大好きなとびっことイカ。しっかり堪能しておきます。イカって美味しいんだね。ごちそうさまでした。今回イカが好きになったな。この漁師丼ってさ1700円なんだよね。チケット1600円だから100円足りないね。なんだよ。ですね、ありがとうございます。お金持ってきといてよかったよと思ったけど大丈夫でした。こちらの魚が乗ってたのかしらね。じゃあ他のお店はやってないのかい。お隣は煮付けだって美味しそうだね。お、サザエの貝殻発見。あ、ここで海を堪能できるんだな。やったー。お、ここにもっと積み上がったのがあるぞ。これで修理するんかね。なんか猫の手みたいのが生えてたな。こちらもやってないんだね。で、こちらはイカ。で、ここもやってないと。結構やってないところが多いですね。あー、なんかとびっこ乗ってるところ他にもあったんだ。営業中、いいね。あんまり焦んないでよかったかな。なにこれは。日焼けしてて読めないね。初島の電気？そうだよね、電気なきゃ生活できないもんね。ではここからは初島の風景をお楽しみください。お、あれが電波塔かしら。何これ、ダイバーの館なのね。お、これが映えスポットらしいよ。トイレだけどな。やっぱりイカが売りなのかね。なにこれ、誰のお墓だって。おー、ちっちゃいな。お、なんだ、フォトスタンドが置いてあるぞ。ではお借りしてサムネショット。どうですか、イカしてますか。次行ってみよう。せっかく島来たからね、海も見とかないとね。で、こちらは南国チックな山。なんだかこの辺の風景は大島に似てる感じがするね。砂浜じゃなくて岩なんだよね。お、なんかクイズみたいのがあるな。これは何？江戸城の石？へえ、こっから持ってきたの？お、なんだあれ、ブランコみたいのがあっぞ。危ねえな。お、なんだ、すっげえ立派な松が支えられておりますね。私も誰かに支えてもらいたいわ。てか海の水青いな、綺麗だね。サボテンが生えてるよ。なんだか南国チックだけど、そんなにね暑いわけじゃないんだよね。
まだまだ上がありますな。お、ついてたチケットはこの上か。じゃあ登る前にちょっとここの施設をチェックしてと思ったけど、なんだこれ。近くに来てみたけどわからなすぎる。何？これは美味しいのかね。プールだから今の季節はやってませんよっていう感じな。じゃあしょうがない上登るか。何？まだまだ上登れてか。おー、まだまだ登るね。しょうがない、登るしかないもんね。どっこらせっと。椿が咲いている。島には椿が咲いてるもんなのかね。あれ、島の湯下、どこにあった？何？プールのところ？嘘、やっと登ってきたのに。しょうがない、降りるか。どこにあったんだろう。ここの人に聞いてみるかと思ったけどいないな。あれ、あった。でもまあ受付の人いないから、ちょっとショップを覗いてね。あれ、アイスないよ。銭湯ってここ？なるほど。支払いって何ができますかね。じゃあペイペイとかも使える？使えない。パスモは使えますね。じゃあそれで。タオル別料金ですが、ご利用ですか？タオルはあります。じゃあ現金頂戴いたします。はい。ありがとうございます。はい。それもロッカーキー、こちらにご返却をお願いします。今日お待たせしました。財布持ってこなかったんだよね。パスモが使えてよかったよ。お、50% オフの文字発見。備蓄にどうですか？出世草って何？それ食べると出世できる？なんだかね、南国チックな感じなのよね。ここのお湯は海の水を汲んできたんだってさ。てなわけで、ここからはホームページの写真をお借りしてご説明いたします。まず外風呂と内風呂が一個ずつこんな感じであるだけのシンプルなタイプ。内風呂から見ればこんな景色が楽しめるけど、外風呂からは何も見えない。さっきの海老名パーキングエリアで買ってきたお茶のペットボトル捨ててな。もらったパンフレットも見てみようかと思ったけど、さすがに温泉に1時間使ってたから暑いよ。なんか美味しい飲み物ありそうだなと思ったんだけど、なんか違うな。どこで注文すればいいんですか？わからないことが多すぎる。じゃあしょうがない、また登りますかね。デジャブ。はい、じゃあこのついてたチケットね、ここで使えんのかな。やったー。じゃあこれってここですかね。はい、はい、どうぞ。はい、どうもー。入れた、よかったよかったって。なんだこりゃ。っていうか、さっきの漁師丼が足りなかったのでね。なんか美味しいもの食べたい気分なんだけど、なんかあるかな。お酒か。こっちはどうだ？なんだか食べたそうなものがないな。お店はすごいいい感じなんだけどね。おー、バーベキューやってる。いいね。私もそれなんか
やってみたいな。用がない。他になんかないかな。そこはお店ですか？お酒ばっかだな。ここでしか撮れない映え写真？何これ、どういうこと？靴脱いで上がれって？おお、なんだ、利用できんのか。てかこれどうやって映えるように撮ったらいいのかわかんないので、おばちゃんは寝ます。他のところは、ここもラウンジ？同じようになってんね。こっちにはコンセントがついとるな。画面が斜めっているけれど、決して建物が斜めっているわけではありません。あら、フニータいつの間にかお友達になったのね。はい、シーサー。桜が咲いてるよ。これは何桜かな。お花見できた。ねえ、よかったね。河津桜だ。熱海湖に咲いてたのは熱海桜なんだって。何が違うんだろうね。いないいないばー、いないいないばーばー。はい、おー、ミモザが咲いてると思ったら違うんだね。なんか匂いがするわけじゃないけど、ふわふわしててかわいいね。花粉症の人が見たらなんだかムズムズしそうな感じだけど、花粉症じゃなくってよかったよ。おかげで今日ここに来れた。なんか書いてあるぞ。またクイズみたいなやつか。何？この先が映えスポット？そうなの？何があんだ？なんだか大島の公園みたいな感じになってるね。はい、浜坊、ハイビスカスみたいな花がまだ咲いてない。椿は綺麗に咲いてんだけどな。お、映え写真が撮れるカメラはギャルたちが使っとりましたね。パイナップル？と思ったら違うんだな。この先はまだまだ広そうだったので、時間もないので戻ってまいりました。そろそろ船の時間が気になりだした頃だよ。その前に私はお腹が空いているので、なんか腹ごしらえがしたいんだけど。ここにもカフェがありました。ランチも食べれるみたいだけど、お酒だね。あれ、バーベキュー終わっちゃったんだね。はい、ありゃ、行き止まり。あ、なんだ、あそこにブランコあったんだ。お、ハンモックが開いたぞ。とりあえず座ってみたけど、お、なんだか難しそうだな。じゃあ私もハンモックに挑戦してみよっか。なんかこの紐が神社の紐に見えてきた。なんかお願いしとこっか。ご利益ありますように。じゃあそろそろ折り返し時間が気になるので帰るとするよ。展望台がこの先にあんのか。いやー、ちょっと遠そうだな。今日は無理っぽい。で、結局島半分しか回れなかったね。どっか出口他にあったのかな。一周4キロの小さい島らしかったけどね。じゃあ最後に映えスポット撮っといてな。ただいま2時半。お店はどうだ？なんだかみんな閉店してるね。なんだかやってなさそうだね。あれ、柚子売ってるよ。2時半でもう閉店しちゃうんだ。
2時半頃食べに来ようかと思ってたけど、先に食べといてよかったな。お、たくあん売ってる。みんな閉まっちゃってるね。やってるお店ないよ。お、私が食べたお店は、お、ここはやってるね。なんだ、急がなくてもよかったかな。お土産なんか食べられるものあるかな。なんかなさそうだな。島パフェ、なるほど、それを食べにみんなこぞってここに来ているわけか。島に1個しかないスーパーっていうのはね、ちょっと覗いてみたいと思ってるんだけど、その前にさ、お腹が空いてんだけど、なんか食べられるお店ないですかね。ラーメンか。スーパーになんか食べられるもの売ってるかな。お邪魔します。なんだか普通に食料危機っていう感じ。まあ島だからかな、品揃えがあんまりかな。というかすぐにパクパク食べられそうなものはないね。インスタントとかお土産物っていう感じだもんね。富士の宮焼きそば、熱海レモンっていうのがあんのかね。おや、こしあんのお菓子発見。さっきの定食屋でところてんがうまいうまいって言ってたから、ちょっとところてんが気になるな。お、塩があるぞ。この塩はどこさんですか。イオンマクか。じゃあダメだ、さよなら。やっぱり熱海レモンっていうのがあんだね。てなわけでところてんを1個購入しました。現金決済のみでした。お、フライドポテトの文字発見。ここでなんか食べられるかな。ではアイスって何の種類がありますか。チョコレートがいいかな。じゃあチョコレートお願いします。お金足りるかな。300円。おお、危ねえ。ギリギリアイスだけしか買えなかったよ。漁師丼で100円返してくれたおかげでアイスが食べれてよかったね。一口揚げないよ。うまい。全部カタカナでなんか書いてあったね。いや、しかしアイス食べたらちっと寒い。チョコアイス食べると絶対口についちゃうよな。あ、もう帰らなきゃ。じゃあね、木村。またな。なんか甘いものじゃなくってさ、なんか飲みたい感じ。あ、現金飲みか。あのお店はどうだろうな。ここならペイペイとか使えんじゃないのかなと思うんだけど、ダメだ、現金飲みだな。売店もなんだか現金しか使えなさそうだ。っていうか飲み物とかはないかな。なに、これでSサイズのサザエなんですか。ずいぶんでかいね。1個1200、300円するよ。2階もご利用くださいって書いてあったから来てみたけど、食べ物屋さんはないね。
今私がいるのはどこですか？いっぱい島あるんだね。まだまだ行かなきゃいけないところがたくさんあるね。あれ、帰りの船が来ている。っていうかみんなめっちゃ並んでんな。はえー、じゃあまたね。半分しか見れなかったから来なきゃね。ありがとうよ、クジラの背骨。はい、ドン合戦参戦しました。ここも映えスポットになってたんだな。乗船券は降りるときに回収するからちゃんとなくさないで持っててね。だって、お、帰りはピングーじゃないんだな。でもなんだか萌えキャラだったね。行きは上に行ったからね、帰りは下に行ってみようか。土足厳禁、靴脱いで。ここに転がって帰れるらしいのでね、転がってみようかね。なんだか外の景色が気になるんだけど。おー、キラキラして綺麗だぜ。救命胴衣ここにあんだね。あー、動き出したな。さよなら、ありがとう私の初島。てか結局海触んなかったな。なんか外の景色見ないで転がってるとさ、酔いそうなんだよね。じゃあ諦めて上に登って、またストーカーたちと一緒に帰るとするかね。人気なのかい？最上階に行くと見せかけといての運転席発見しました。海猫とゆりかもめの違い、動体視力良くないんですけど、どっちですか？桜が見えてまいりました。お、あの船は次に出るやつかね。糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いて、トントントンとな。吸い寄せられる、ブチュー、ついてしまった。あれ、添乗員さん一番最初に出てきた。そしてファンたちが追っかけてってる。走って逃げても無駄よ。人気者は大変だね。はい、4時にバスだって、はい、もうなんだかブルジョアの船で美味しいものでも食べられるんですかね。熱海はだいたい行ったかね。でも初島は半分しか見れなかったからな。まだ宿題が残っておりますね。帰るなら今のうちだ。てかここも自販機が現金のみか。 LINE Pay は持ってないもんな。しょうがない、諦めて帰ろう。海老名サービスエリアに寄ってくれてよかったよ。もう私は沢尻エリカになりかかっているからね。
ここでエビナカレーパンを買ってな。もっと他のカレーパンもあったけど、あんドーナツ発見。お腹空いてるから何でも買っちゃおう。ペイペイが使えてよかったよ。っていうかさ、ここの QR 決済うまく使えないんだけど。何これ、一個一個選択しなきゃいけないの。ちょっと時間ないんですけど、なんとかならないの。あー、もう戻らなきゃ。これが使いたいんだけどな。もうしょうがない、ペイペイにするかと思ったけど、あれ、ペイペイもダメか。何、 QR 読み込めってか。あー、もうちょっと払えたけど、30秒、やばい、もうバスに戻らなきゃ。ここで腹ごしらえしていこうと思ってたのにさ。ここアイスの後のアイスココアになってしまったではないか。可愛いカップだから許すけどな。以上、初島編でございました。バイナラー。